安田理大、安田理大、安田道宏、1987年12月20日体は、大阪府水田市出身のプロサッカー選手。ポジションは、ディフェンダー、左右のサイドバック及びミッドフィールダー。元日本代表、同じく、プロサッカー選手である、安田光大は自邸幼少期に、兵庫県神戸市北区に在住していたが5歳の時に、 大阪府水田市に転居した。当時住んでいたマンションは万博記念競技場のすぐ近くにあり、ホームゲームには家族揃って毎試合のように通う、心なガンバ大阪サポーターとなる。小学4年生の時に兄弟と共にガンバ大阪のジュニアチームに入団し、その後ジュニアユース、ユースへと昇格する。ユース時は中盤がほぼフラットの4から4から2で、左サイドハーフを務め、 試合展開によってはフォワードに近い位置で起用されたこともある。年代別代表にも名を連ね、AFC ユース選手権予選の U-18、北朝鮮戦では途中出場ながら決勝点を挙げて本大会出場を決めた。このチームでは左サイドバックでの起用が多かった。この頃からすでにオランダサッカービーチで海外でプレーするならエールディビジでと決めていた。 2006年にガンバ大阪ユースからトップチームに昇格。この年に同時に昇格した6人組、安田、平井正樹、横谷茂、上田隆人郎、伊藤博美紀、岡本秀也にはクラブによって G6 という愛称が付けれていた。2006年4月1日の清水エスパルス戦で公式戦デビューを飾るが、この年の出場は2試合にとどまった。 プロ入り当初は中盤でプレーしていたが、2年目の2007年に、世代別代表で、経験のあった左サイドバックとして、当時監督の西野明から抜擢され、ゼロックススーパーカップの浦和レッズ戦で、初スタンを飾り、G 大阪の初優勝に貢献した。その後の J リーグ開幕戦でもスタメンで出場し、左サイドバックのレギュラーに定着。同年のナビスコカップでは、 ニューヒーロー賞を受賞。決勝の川崎フロンターレ戦では、決勝点となるプロ初得点を挙げ、大会 MVP を受賞し、田中達也に次ぐ二人目となる、ニューヒーロー賞と、ナビスコカップ MVP のダブル受賞を達成した。2007年6月には、U-20 日本代表に選出され、FIFAU-20 ワールドカップに出場。同年12月には、 岡田武監督就任後初めての A 代表合宿に招集された。翌2008年2月の東アジア選手権メンバーに追加招集され、2月17日の北朝鮮戦で途中出場して国際 A マッチ初出場を記録した。同年8月には U-23 日本代表に選出され、北京オリンピックに出場した。2009年2月4日の キリンチャレンジカップフィンランド戦で代表初得点を記録。2009年より登録を MF から DF に変更。シーズン序盤は家事量の怪我もあり、本来の左 SB ではなく右 SB での起用が多かった。しかし、自身が右 SB 出場中に、左 SB に定着していた後輩の下平匠にその間、レギュラーポジションを奪われる格好となり、 火事の復帰以降は、出場機会、時間ともに減ってしまった。しかし、翌2010年には再び日り、SB のレギュラーに返り咲き、9月18日のセレッソ、大阪との大阪ダービーで決勝点となる、自身のリーグ戦初得点を記録した。2010年シーズンオフに、オランダ一部エールリビジのフィテッセからオファーを受け2011年1月8日に、念願であった。 海外移籍を果たした。ウィンターブレイク明けの初戦である1月22日のビレム E 戦でフル出場デビューを飾り、次節のホームローダ JC 戦で移籍後初アシストを記録。3月12日の SC ヘイレンフェーン戦では右 SB としてフル出場試戦制点をアシストする活躍でマンオブザマッチに選ばれた。その後もアシストを記録し続けたことで3月29日に フィテッセと2013年まで契約を延長したことが発表された。6月、オランダでの活躍が評価され、2年4ヶ月ぶりに代表復帰を果たした。2011から12シーズンもレギュラーとして起用されるも、翌2012から13シーズンは出場機会に恵まれず、リーグ戦の出場はわずか7試合にとどまった。シーズン終了後、フィテッセからの対談が決定した。 2013年6月16日、国立競技場で開催された、東日本大震災復興支援2013、J リーグスペシャルマッチにゲストプレイヤーとして出場した。2013年9月6日、J2 降格圏からの脱出を狙うジュビロ岩田へ移籍。J リーグには、約3年ぶりの復帰となった。加入後すぐ出場機会を得るもチームは、J2 降格となってしまった。 2013年シーズン終了後、サガン・トスへ完全一席。2014年4月3日、日本代表候補国内合宿のメンバーに選ばれた。この年、トスの上位進出に貢献し、J リーグ優秀選手賞を受賞した。2014年シーズン終了後、ビッセル・コーベへ完全一席。故障が多く、12試合の出場にとどまり、後に、 神戸から戦力外通告を受けていたと語っている。2015年シーズン終了後、名古屋グランパスへ完全一席。リーグ戦22試合に出場するも、チームは降格。シーズン終了後に契約満了により、チームを退団。2017年2月7日、韓国の K リーグチャレンジ、富山アイパークと契約。2018年よりアルビレックス新潟へ。 完全一席。185-29-220ににに、236-436-0、010-31-645-0、コールスパンイコール26-051、0211、コールスパンイコール240-25、1 2 8 1 9 2 9 2 3 3 0 3 4三十1その他の公式戦。通算。 コールスパンイコールに a f c その他の国際公式戦。通算楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。